すごい。これはすごいね。大きい。ボール、あ、本当だ。すごい。1年ぶりのディズニー。今回は今年オープンしたばかりのトイ・ストーリーホテルへ。とりあえず荷物を預かってもらってパークインするよ。ママ。消しゴムじゃないこれ。なるほど。ホテルの中は遊び心が満載。これは大人でもテンション上がっちゃうよね。バケーションパッケージという旅行プランで来たから、ここのお店で何やら特典がもらえるらしいの。誰の？パンパンがかわいい。かわいいね。かわいいね。はい、ありがとう。ありがとう。チケットホルダーさん。チケットホルダー、はい。はい、オリジナルグッズなんですが、こちらの4種類からお選びいただけます。わ、どれがいい？ふみかは2個セットになっておりますね。こちらの2個セット。タオルは3枚セット。あとバッグ。これにします。これ1つ。はい。あと2つ選べます。あ、2つ？あ、じゃあタオルとバッグにする？うん、タオルとバッグにしよう。タタタズンピーチャンネル。まずはモニュメントの前で記念撮影。しかしピーちゃんはなぜか不機嫌です。お写真撮ろうよ。ピーちゃんは買ってきてもいらないしね。いらないの？意地張ってないで。あら、ピーちゃん。あ、ちーちゃんいいね。あ、いいね。すごいいい感じ。トイストーリーだ。グリーンアーミーメント遭遇。やるよー、やっほー。うわ、今からトイストーリーマニアになります。Watch your step as you exit the game tram and please come back and play again。 ピーちゃんどうだった？楽しかった楽しかった楽しかったね。よかったね。はい。大好き。大好きや。はい。よいしょ。リーナベルちゃんのハンバーガーです。ママ食べた。ピンクのハンバーガーだよ。バケーションパッケについてたポップコーンバケット。ここがすごい便利。新幹線のやつ。ウェットティッシュが入れられて、後ろも。うん、で、2種類のポップコーンが入れられる。これは機能的だね。じゃあハンバーガー。ママ、じゃあちょっとハンバーガー。お野菜のハンバーガーやんな。え、ピーちゃん。ちょっと飲んだ。食後もアイスタイム。ずっとこれが
食べたかったのよね。いいね。バッチリ。で、持って帰る。通りがかりにミッキーたちを発見。また一緒に踊ろうね。様々な活動を行っています。今日はたくさんの海の生き物たちを観察できる素晴らしい海底探索の旅に皆さんをご招待します。ピーちゃん、ニモどうだった？楽しかった？怖かった？あ、怖かった？ピーちゃんどうだった？楽しかった？うん。ピーちゃん2回目だね、これね。覚えてなかったね。ピーちゃん初めてだ。あれこれ船じゃない船。ほら。あ、すごい。すごい。入ってくる。いや、だる。入ってくる。幽霊船かな。空が変わる。空が変わった。船
店長が骸骨になった。見てて、うわー、変わった。逃げた。おおおサメだ、サメが来た。大丈夫よ。気を取り直してお次は怖くないところ。ベビちゃんありがとうね。ありがとうございました。どうぞ。すごい。レイジーだ。ねえ、レイジーって。さあ、アリエルたちお写真。こっち向いて。もっとこっちこっち。もっとこっち。はい、ピース。ピース。ピーちゃん、ピーちゃんこっち向いて。ありがとう。レイジーバイバイ。ありがとうね。バイバイできた？できた。ありがとう。ありがとうございました。レイジー行こう。気分はプリンセス。タタタ準備チャンネル。大きくなって乗れるものが増えてよかったね。すごい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 。ちなみにちゅんちゃんはママと一緒に乗ってよ。大丈夫大丈夫。捕まってれば大丈夫だね。もうすぐ終わるよ。大丈夫大丈夫大丈夫。大丈夫よ。あ、ピテル大丈夫。もうすぐ終わるから。終わった終わった。乗り物が完全に止まるまで座ったままでお待ちください。止まりましたら足元に気をつけてお待ちください。じゃあ楽しかった？はい、楽しくなる。はい、皆さん、ドアが上がります。皆さん、ちんちゃんめっちゃ怖がってた。ちんちゃんでも怖かったんで。ちんちゃん怖かった。落ちる。はい、いらっしゃい。最高最高。おこいつはすげえ人がいるぜ。よみんな、こんにちは。お前たち最高だね。あ、ちょっと待ってくれよ。俺たちウミガメの挨拶知らない人もいるようだ。よし、まったね、じゃあカイドさん、こっちの後ろの一番前端っこに座ってる大人の人、俺に協力してくれるなら元気にヒレを上げてくれ。お前たち最高だね。人間って何を食べるのって聞かれたんだ。じゃあこの中で食べ物を食べる人をひれを上げてくれ。さあ食べる人がひれ上げて。あ、じゃあカイドさん、後ろの真ん中のな、前から2列目のこっちの通路側の頭になんか二枚貝みたいなのが乗っかってるその人に聞いてみよう。俺に質問があるっていう人ひれを上げてくれ。さあ何でもいいぜ。よし、じゃあカイドさん、こっちの前のな、前から2列目端っこから3番目のその子、真っ先にひれ上げてくれた。他に質問ある人ひれを上げてくれ。さあ何でもいいぜ。あ、じゃあガイドさん、勢いよく上がったのはこっちの後ろだ。それ前からな、3列目内側の通路から3番目のその人。そう、残念ながらフラッシュとは喋れなかったけど、
今度またチャレンジしようね。ピーちゃん。ラストね。あ、いいね。いいね。はい、話して。あ、ミッキーだー。ピーちゃんは？ピーちゃんがいる？あわあわで。ぺったりして。いくよ。はい。あ、ミッキーだー。すごい。え、そのまま流れてる。船の中にあるレストランで優雅にディナー。こんな豪華なお子様セット初めてだわ。切ってみる。あ、切ってみる。なんだけど、こっちがなくなってる。切っていい？切っていい？いいよ、切ってみる。ピーちゃん、おいしい？勇気が差し込む。ピーちゃんはコーンスープにパンをつけて食べるのにハマり中。なかなかまずいよね。ママ、パンはね、これスープつけて食べた。大丈夫、大丈夫。パークを出ようとしたちょうどいいタイミングで花火。本当ラッキーだったよね。でもピーちゃんはというと夢の中でした。Thank you.
ここもベッドなんだよ。うわすごい。次回はトイストーリーホテルと紹介するよ。ちょうどいいじゃん。お楽しみ。